私どもではですね、60歳以上の経営者様向けに、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方を変えるだけで、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取れるようになると、こういった情報をご提供しております。それで、経営者の方のお役に立つようにですね、無料で13回にわたって、メール講座ということでですね、情報をご提供するということもしています。で、かなり毎日多くの方がご登録をいただいてまして、だいたい1日5件から7件、5人から7人の方ぐらいが登録いただいてますね。で、17日間の間に13回メールを読んでいただいて、で順番にね、経営者の方が現役で働きながら老齢厚生年金を受け取るために必要な基礎知識というものを身につけていただくということをしております。で、全部読んでいただいた後にですね、ご不明な点とかご相談されたい点があったら、1回無料でですね、メールでお問い合わせフォームから、ご相談いただけるようにもしております。で、大変ね、ご好評いただいてまして、やはりいろんなご質問、ご相談をいただいてます。で、全国の経営者の方からご登録をいただいております。男性、女性、両方ご登録いただいてますけど、男性の方がどちらかというと多いような印象ですね。60歳以上の経営者の方、中には70歳以上の方もおられます。で、皆さんお悩みのね、支給停止の年金のことで、自分の場合はどうなるのかということをね、ご相談されるってことが結構あります。ご関心ございましたらご登録いただければと思います。